死ぬって。先生どうですか。残念ながら。残念ながら。まだはって言ってる。なんで死なれたんですか。ここはふんづまりと思うんですけど。あらあ、まだ生きてるじゃん、まだ生きてるじゃん。さあ、ご家族の方、手を。旦那さんよ、先生。大丈夫、おい、お前、大丈夫か、大丈夫か。あら、かわいそうに。はい、お姉さん、お姉さん、ほら、お姉さん、お姉さん。のぶこ、のぶこになってる。ひどい。先生、入院費をあの請求しないとダメです。いや、そういう野暮な話は後で。それよりこの妹が妙に嬉しそうなのが聞いてるんですが。ね、先生、何この手を大丈夫、組ませてあげてください。あら、じゃあね、ゆっくりね、ゆっくり休んでね。命の地添えをもらえながら。はい、それで、はい、死んじゃったよ。はい、で、はい、次の第一幕終わり。はい、第一幕終わり。はい、はい。やっぱり、心中に追い込まれる人は、前妻の幽霊が化けて出て、三角関係になるような展開の方がいいでしょうか。じゃあ次は。